さあ、そうだよね。そうだよね。どんな強敵が現れようとも安心です。そうだよね。だってね、カトネーは安心感強いからな。カトネーってめちゃくちゃ強いからな、本当に。同盟編の時すーげー役だったもんな。タンクだったもんな、ただの。カトネーだけ行かせて。雷帝、雷鳥、ふざけてる。雷鳥。知らないのか？これが雷帝。英雄の遺産の一つだ。なるほどね。遥か昔、女神より力を授かりし10人の英雄、その子孫に伝わる聖なる武具さ。でもなんか英雄の遺産より神聖武器の方が強いんじゃないっけ。なんかそういう話じゃなかったですか。つっても、それ劣化版なんだよ。今回は雷帝を振るう機会はない。私らの任務は事後処理だからね。ですが、なぜロナウド卿は無謀な反乱を起こしたのでしょう。お前らの差し金じゃねえの。あんたらラスカーの悲劇は知ってるの？はい、存じております。聞いたことある。よく知らない。聞いたことあるよ。私はよく覚えています。衝撃的な出来事でしたから。4年前、ファーガス神聖王国の国王がラスカー人に殺された事件ですよね。まあ簡単に言えばそうだが、王国内にも加担者がいたんだ。その一人がロナート教のせがれクリストフで、彼は教団に突き出されて処刑されてる。これやったのカトネーでしょっていうか、確か、しかも同級生ってか旧友でしょクリストフって。確か教団が罪人の処刑を。なぜ国王が狙われた。上選んだことある気がするな。下選ぼうか。ランベール国王は大規模な政治改革を行おうとしてたから、政敵も多かったのさ。これが会長のお父さん、ランベール国王。事件の真相がどうあれ、それ以来ロナート卿は教団に恨みを抱いてんだろ。いや、正確に言うと恨んでるのは教団と、教団にクリストフを突き出した。カトネー。報告、敵が接近中です。避けられません。カサンドラって呼ばれたっけ、確か。敵の兵力が予想以上に多く、霧のせいで騎士団の方位をすり抜けてきます。ああ、ここ限定のやつ、ダークプリストル。総員、戦闘準備にかかれ。朝の女王って女王様が最前線に来てしまったな。皇女もいるしな、皇女もいるしな。女王ぐらい最前線でできてもおかしくないな。別に何もおかしいことはないな。支援イベント回収したから、あら、カスパルちゃんダメじゃん。カスパルちゃんとできてない、仲良く。こっちがちょっとなんか帝国編の子たちを仲良くするのに必死で、俺と仲良くなってくれないんだよな。それがちょっとあれなんだよな。まあ、ユーリつけとくか。いいんだけど、マリアンヌ転職してないよね、職業的に。戦士だわ。うちのマリアンヌ戦士だわ。魔法使う気なかったわ、今。ちょっとダメよ、それ。魔法使ってよ、マリアンヌ。ちょっと、君、ダメよ。こう見ると。そっちか。カトネーとかに行けないの？カトネーとかに。いけるわ。おれ。だって、うちの子結構全員やからだからな。やからだからな。ぶつかっていける。体幹強いからな。押せないわ、この位置。ちょ、カトネー、その位置ダメ。カトネー、ちょ、ベルがちょっと、ベルがむき出しのベルになってしまった。ちょっと待って。むき出しのベルになっちゃった。やりたくてやったけど。回復的な立ち位置か。カスパルは硬いから大丈夫。あ、毒はまずいな。待って、うわ、2連続か。次やめてよ、もう。カスパルベルを前に出したのが間違いだった、完全に。体当たりしたのが間違いだったな。やめろ、俺のステータス上げに協力しろ。スカウトするために必要なんだ、能力が。協力せよ。綺麗な、お前。鬼神の位置で、よし、予定通りですね。グラップラーは鬼神の位置行きが強いんで、取っときたかったんで。下がりなさい。ロナート様には近づかせぬ。ガスパール兵長、その名前だ。オッケー。さあ、晴れるか、これで。ああ、なんかあるんだっけ。これで終わるわけじゃない。カトネーの見せ場か。英雄の遺産ってああやって光るんだよね。適合する持ち主が持つことによって、紋章持ちが持つことによって。正しくないものが持つと、シルバーの兄貴のように黒くなって。カサンドラ、カサンドラ、
雷獄のカサンドラ。雷獄、我が息子を裏切った狂信者め。雷獄ってのは息子を獄部中に入れたからか。私の名はカトリーヌだ。メガネをしもべたるセイロス騎士団の剣、その身で味わいな。いやなんかすげえ、多分同盟編以来じゃないこれ見るの。いいな、かっこいいな。霧は晴れても、なんでいっぱい出てくるんだ。我が息子の無念は晴れぬ。腐った中央教会に主の裁きを。なんでカトネン戻ったの、定位置に。あんだけ近くにいたのに剣が届きそうなぐらい、なんで戻ったんだろうね。あと様の悲しみと怒り、俺たちの手で晴らすんだ。ああ急に田舎、あ民兵だからか。そっか、これそういうのも、ロナート様あれなんだよ、民衆に好かれてんだよねっていうか、だからそういう子たちが来るんだよな。なんかやるせないな、なんか本当にアッシュが言ってた通り、いい領主なんだもんな。本来はこんなことするようなあれじゃないんだけどな。ケイ、ロナート様、どうか生き延びて、オラたちの分まで。やりづれえ。残念ね。おそらくロナート教に彼らの思いに応えるだけの力はないわ。やりづれえなこれ。やりづらいな。リンハルトね、実はねレベルで一番高いっていうかこの感じ。もしかしたら俺より高くね。俺より高いわ。リンハルト。リンハルトどうなっとんね。カトネーが。貴様だけは、貴様だけはこのわしが。このロナート様に作るルートないの？アッシュルートみたいな。全ての世界を回っているアッシュルートみたいな、そういうのないのかな。あんたは正義を全ルートを失っちまったんだろ。全ルートを見たらアッシュのルートが解放されてアッシュ編みたいな。時空のパラレルワールドの勇者アッシュ編みたいな。せめて私の手で送ってやるよ、主の身元へね。カトネーがボスみたいな、ここ。そういうのないのかな、欲しいな。出て、おじさん出てこないんだよね、確か。引きこもりおじさんじゃなかったっけ。出てこないんだ。回復しやがったな。あれ、これは美味しいのでは。実は美味しいのでは。美味しい、ベル、もしかしてベル、レベル上げチャンスかこれ。ベルのこれは美味しいのでは。トロンいける、美味しいのでは。ロナート様、ロナート様、美味しいのでは。ロナート様、あ、美味しいわ、ロナート様、これ。ロナート様、動かないし、ロナート様。あ、いい声出るな。ロナート様、回復して。マリアンヌは戦技は体当たりなんだけど、戦士なんだよな、マリアンヌ。腐ってる。カトネ入っちゃダメだよ。カトネ入っちゃダメだよ、勝手に。お前、何しとんねん、お前。はい、か、お前を回復してやればいい。なるほど。なるほど。リンハルトたちのパワーアップイベントだな、お前は。そのための存在権。オッケー。悪いな。ロナート様、金の指で行くぜ。ダメージたくさん与えた方が経験値多いからな。ロナート様、トロンだよ、トロン。くらえ、トロン。強い。マネちゃん強すぎるせいで死んじゃうんだけど。ロナート様行っちゃうから。ダメよ。ロナート様行ってしまうから。行ってしまわれるから。私なんか。この中に人いて。おー、食らうね。痛いね、動かなくなっちゃった。あとね、どうする。チャピン。あ、やべえ。やべえ、行ってしまわれた。回復経験値ポイントが行ってしまわれた。そう、ロナート様、ベルをジューレビーさせてくれ。ちょっとやちゃん殺しちゃうな。ユーベルトをジューレビーさせてくれ。ロナート様、ロナート様、カトネーって確か倒せないから、無限タンク回復コンボネーション、新しい白魔法の使い、新しい白魔法を殴りと違う戦術がまた発覚しまったな。ロナート様、ロナート様、ここ仲良くしてる、仲良くしてる。ここは後ろに立つ、背後に立つ、背後に立つ少年、ファミコン探偵クラブ背後に立つ少年リンハルト、ドロテアの後ろへ。あれ、あとね、動くのやめた。あとね、働いて、あとね、仕事して、高い給料もらってんでしょ、あとね。やっちゃうね。ちょ、ロナさん、もうちょっと回復早め。ありがたいね、ロナート様。だいたいこうやって裏でやってるからね、白魔道士が回復するのをいいことに。こういうマスに白魔道士を誘導して
戦ってるからね。エルア様、はい、ドルテアちゃんレベルアップ。エルア様ごめんな。あ、上がるじゃん、ちゃんとできるじゃん、やればできるじゃん。エルア様たまにはやればできるじゃん。よかった、やればできるもん。 NHK 教育番組やればできるもん。ロナート様はお元気ですか。ヒュー、あ、ミスターさん、ヒューベンさん、たまにクリティカル出しちゃったよ。ちょっとクリストフ、父を許せ。さてせ、戻せ、ロナート様を戻せ。天国でロナート様を復活させろ。ダメか、まあ、いいや、上がったからいいや。ヒューベン上がったからいいわ、よしとしよう。あー、ベル上げたかったな。か、もちろんロナート様で遊びたかった。こんな形で決着を見るとはな。どんな意味で言ってるそれ。こんな形ってどんな意味で言ってる。みんな、そう、何のためにこんな泣いてる人だってあんなにいたってのに。本当にな、一般兵だったもんな、民だったもんな。あれ、罪なき民に命を閉ざせると、貴族にふさわしくない男だったな。ここにアッシュがいたらどうなるんだろう。本当になんかそんなんじゃないんだよな。本当はロナート様は、ロナート教をここまで駆り立てたものは果たして何だったのか。この時点でヒューベルトたちは暗躍してんのかな。どうなんだろうな。敵方に民兵がいたことで皆少し動揺しているようね。仕方がない、これが現実だ。仕方ない。ええ、みなこの現実を直視できるといいのだけれど、ロナートに味方した民は彼らなりの正義のために戦っていた。まあ、だから彼らを単なる犠牲者のように扱うのは私は間違っていると思うわ。私たちは相入れない正義を持つ相手を排除して進んでいくしかないのよ。その相手がたとえ神のような存在であったとしても。まだわかんない。貴族制度を廃止したり、まあ、優秀なものが上に上がれるようにしたりとか、そういうような感じっぽいから、そこまではいいんだけど、なぜ聖路教会への反旗になるのか。それが源流を作ってるからなのかな。貴族制度とかね、もっともっとの根幹を断とうって、そういう意味なのかな。それはさすがにそうだろう。え、なんかちょっとこれ、なんかこれ分かれ目か。好感度によってもしかして分岐する。あれ待って、そういうのある。え、だとまずいな。シーメントやんない方がいいのかな。ヒナのヒナ側につくかみたいな、好感度分岐するのかな。もしかしてそういうのあんのかな。仲良すぎるとヒナルートで、まあいいか、でも反旗翻そうか。そうだろう。今回反旗翻すつもりだからいいよ。あら、教師がそんなことを言っていいの？驚いた。仮に分岐した場合は、まあそれはそれでどうしよう。五周目発覚するって感じで、五周目やる感じで。きっとロナートと同じ、己の正義のために民に命を懸けさせる皇帝になる。そうしなければ大事はなせないし、その民たちの死は無駄にはしない。おい、今回の事件は意外に根が深いかもな。ロナート教の所持品にこんなものがあった。レア様の暗殺を示唆する書簡だ。差出人は分からんし、信憑性も疑わしいが、捨ておくには内容が不穏すぎるだろう。帰ってレア様に報告だ。何事もなきゃいいがね。あ、レア様来る？あ、よく無事に戻りました。今回心構えできてた。これも。5000、安いなぁ、もう。安い給あー、カルパスか。カルパスね。いいよ。花とか欲しい、カルパス。本当に欲しい。なんか、間違ってない、カルパス。肉出せ、肉！それライナーか。誰？あー、ドロテヤさんですか？ぜひ。ぜひご一緒させてください。そっか、ドロテヤちゃんだけ残ったね。どうした？恋煩い？これでいこう。この方が乗ってくれる、多分。先生、いえ、何でもないですから。このままずっと無言でいたらと、向こうから折れてくれないかな。あの、ちょっとお話ししません？人のいないところで。物陰に連れ込んで何をする気だ、俺に。やめろ、やめてくれ。
ドレスちゃんの部屋？もう率直に言っちゃいますね。はい。私先生のこと苦手なの。僕もです。僕もです。分かってくれました。分かってくれました。怖いんですよ。ドロテアさん、分かってくれましたか。やっと僕ら分かり合いますか。あなたは指導者として見守ってるつもりかもしれないけど。そうですね。別の世界線で守りきれなかったから。そうですね。すいません。なんだか僕に非があるのは分かっております。私の心を見透かしてくるようで。うん、それは悪かった。見透かしてくる。ごめんなさい。ごめんなさい。謝らないで。すいません。先生に悪気がないのも、私が自意識過剰なのも分かってるから。いや、そんなことないです。正しいです。全てにおいてドルテアさんは肯定されます。全肯定。私全肯定の呼吸。何も持ってないんです。領地も家柄も財産も知恵も武芸も。武芸は持ってんじゃないの。芸じゃない、武じゃないのか。うん、そっか。うん、いや、そんなことないです。ドロテアさんほどお持ちである方はいらっしゃいません。だから歌姫としての人気にすがって舞台を降りても演じ続けてる。今の歌姫って誰なの。それもちょっと気になるな。先生の視線は風化節無双とか出てくるから。そんな私に全部それに押し付けようとしてんだ。演じてるのはお見通しだぞって訴えてるみたいで。はい、分かっております。全て知っております。恨んでるんでしょ、僕のことを。同盟ルートと王国ルート、倒させていただいたドロテア先生。恨んでるんでしょ。それが私があなたを苦手に感じる理由。あ、そうですか。私はちょっとあなたが怖いです。純粋に生物として畏怖を感じておりますので苦手です。ね、見た目はすごく好きです。何か先生の弱みを見せてくれません？なぜ弱みなどない。そんなわけあるか。弱みを握っちゃえば苦手に感じることもなくなる気がしないかしら。それを本人に言うかな。それで気が済むならどうぞ。ノートを一冊分書いてくるんで明日までに。何？先生って浮いた話が一つもないわよね。近い近い、影落ちてるから。女の影がないというか、ドロテアちゃんにまで影が落ちるほど近いから、怖いから。きっと女慣れしてませんよ、ね、女だから。女王だから。だからこうやって、ほら、じゃバカにしないで。胸ないけど女王だから。朝の女王だから。器用すぎるほど不器用。朝の女王だから。不器用女王だから。先生、どうしたらそんな風に無反応でいられるんですか。だって同性だもん。人の血が通っているのかしら。私自信なくしちゃったわ。悪かった。実は心臓も動いていない。なんか、え、これどっち本当にそう。これここら辺ちょっとよく分かってないけど、ソティスが真の像になってる俺の。そういうのある。どうかな。悪かった、すいません。いいんです。全謝罪の呼吸。先生の弱みを握れるなんて思ってませんから。でもそれと私の自信とは別の問題なのよね。ああ、そこで終わりか。なるほどね。俺がネットワークに繋がなくなった理由はドロテアさんが出てくるからっていうのをちょっと含んでるんですけど。みんなドロテアちゃん使ってるせいでさ、ロード画面でありがとうございますっていうセリフが入るんだもん。それが怖いから、同盟編以降ネットワークには繋がないと俺は決めた。決めたんだもんな。そういうのあるんで。暗殺計画に備えての見回りや警備、それが今節の課題というわけなのね。はい。果たして敵の狙いは本当に大司教の暗殺なのですかね。素直に言えよ。お前らの目的は何だ。どういう意味。他に狙いがある。ええ、私もそう思う。私たちに見つけてくれと言わんばかりのずさんなミッションの管理。それをやってるのも君たちでしょ。なんか俺なんかいろいろ重ね掛けしすぎて結局どういうことってなってるけど。あれが暗殺計画で皆の目をそらすためなら、本当の狙いは別にあると考えるべきだが。フレンの血なんだっけここ。セイロス教団は多くの貴重な武具を所持している。それらが狙いでは。大修道院には宝物庫があるって聞いたわよ。真っ先に狙われそうなとこですけど。ガルグマクは広い。
地上だけでなく地下にも、その辺になんかないですかね。よし、じゃあちょっとあれだ、ユーリスに聞いてこよう。地下は基本ユーリスたちの遊び場だから聞いてこよう。今節の大修道院の中を調べて、敵の狙いとなりそうなものを探してはいかがですかな。無論敵と鉢合わせることも想定して、戦いの準備も抜かることはできませんがね。顔を突き合わせて悪巧みか、先生。おう、シャミネコ来たか、ついに。おっと、名乗ったことはなかったな。私はシャミヤだ。うん、シャミネコね。左側が猫で、右側が子猫です。シャミヤ殿はセイロス騎士団の一員。あ、知り合い？それからこちらの少年が。レア様の従者で。ズサね。シャミヤさんの弟子のツィリルです。はい、ツィリルです。ズサ弟子あれだよ、デッドエンドのせいでズサとしか読めなくなってる。なんかズサ従者で、レア様の身の回りのお世話をしてます。僕もレア様を守りたくて、だからシャミヤさんの弟子に。ツィリルはレアさんが大好きだからな。ま、互いにやれるだけやろう。大好きというか洗脳済みというか。え、これさ、え、ツリルって仲間になる？冷静に考えると、レア様に反旗翻すができる？ツリル、ツリルが精神崩壊でなんか魔人化してしまわないか。そのレベルになるとまずい気がするな。ツリルを引き込むのは。そして新イベント起こってる。ああ、場所限定の新イベントか。ナッツとか、それはどうでもいいな。ナッツだ、もう見たわ。そっか、ツリルはやばいな、魔人化するな。そっか、そういうのあるな。どうしない、ブリガンとなりたいんだよな。ブリガンとになりたい。斧欲しいのか。うん、拳はいいじゃん。斧使いをしばらくやるか、じゃあ。斧使わせるか。明治斧使えないよね。じゃあまず先に拳、なろう。多分拳は斧使えるんで、これで斧持ってもらって、白魔道士に壊れた斧で永遠に殴り続け、怖すぎんな、やってることが。怖いな、やってることが。あ、そっか。みんなそうか。ヒナだけ元が斧使いだったから、平気でやってるけど。じゃあ一回みんな斧持って白魔導士殴るか。そうだな、そうするか。ヒナ拳になれないのか。あれ、拳は、あ、そっか、女の子か。ヒナ女の子か。ごめん、男の子だと思ってた。いや、そんなことないけど。そっか、ここには存在しねえんだ。あ、じゃあペガサスナイトって女の子か。あー、そっか、ペガサスナイトもね、いいものもらえるんですよね。女の子槍と引こうか、じゃあ。女の子槍と引こうか。そっちか。で、男は斧か。そういう分け方ね。わかりました。あれ？女の子ブリガンとも取れんの？あら、女の子の方が優秀かしら？女の子、斧もか。うわ、忙しいな、女の子は。女子は忙しいわね。名声に物言わせて、なんかできます？みんなの技能レベル上げれる？限界超えれるのかな。やっぱ未達のやつは超えられないよね。そんな気はした。あ、ペガサスナイト取れるじゃん。取るか。男の子なれないけど、これ取れるんだ。女の子でなってるから取れるんだ。あ、なれないけど技能だけってことか。あ、なるほどね、技能だけか。でも美味しいよ、ありがとう。クレモリ取れるんかい、取れるんかい、取れるんかい。あら、選び放題、やり放題だわ、ことそれ。ちょ、事前撮りしちゃうか。はい。これでいいかしら？グラップラーは？グラップラーは？グラップラーってなったことないのか。そっか、ユーノさんだったから、女の子だったからないのか、それは。なるほどね。そういう意味で言うと、両方取れる主人公はやっぱ強いね。ちょっと嫌だけどさ、この人さ、最後まで見たことないからさ、いやいや解放していい。一段階目まずは。てか、どうやってあげんのこの人。未だによく分かってないけど。一応、あれ、ベアなんで、ソティスがいたらソティスは取るんだけど、ソティスいないんで、ここに。あれだけど。そっか。一応そうしとくか。じゃあ、いやいや。苦しみの中で。そっか、この人、あ、怒ってねえじゃん。何年。